この動画は、関西を中心に、美味しいお店の情報をお届けするグルメ番組です。ゆっくりしていってね。サソリ、お腹減った。はいはい、わかったわかった。うん、目が回る、フラフラだよ。土星、何があったの？いやー、今日はお腹いっぱい食べられるお店って聞いたから、昨日から何も食べてないんだよね。土星、それはいくらなんでもやりすぎよ。もうやらないでおくよ、早くお店に行こう。はいはい、もう、ダメな子ねー。というわけで今回は、姫、故郷味の旅、をご紹介するよ。御堂筋線の西中島南方駅から、徒歩5分のところよ。阪急線の南方駅からもそれぐらいだね。さあ、入りましょう。うわぁ、お酒がいっぱいあるね。そうねー、夜は居酒屋で営業してるみたいだからね。でも今回はランチ限定のメニューだね。そう、というわけで今回はこちらをご紹介。仙山鬼定食、がっつりよ。うわぁ、これはすごいボリュームだ。ちなみに、仙山鬼っていうのは、愛媛県今治市のご当地唐揚げのことなのよね。へぇ、そうなんだ。唐揚げにもご当地ものがあるんだね。でかいね。がっつりと銘打ってるだけあって、一個一個がでかいわねー。これは食べ応えがありそうだねー。ご飯が止まらないやつね。あ、ちなみにご飯お代わりもできるわよ。おぉ、それは太っ腹だー。ごまだれにポン酢にスパイスがあるから、味の変化も楽しめるわ。唐揚げが10個あっても最後まで美味しく食べられそうだね。っていうか、サソリー、そろそろ限界だよ。あらあら、しょうがない子ねー。それじゃあ、いただきます。ごちそうさまー、お腹いっぱいだよ。お腹いっぱい食べられるって幸せよねー。ちなみに、唐揚げだけなら夜のメニューでもあるから、お酒と一緒に食べたいって人は、夜に行くのもいいかもねー。というわけで今回は、姫、味故郷の旅、をご紹介しました。少しでもお楽しみいただけたら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。これからも美味しいお店の情報を発信していきますので、応援、よろしくお願いします。それでは、ご視聴、ありがとうございました。毎度です、うぷ主です。今回、2名の方からイラストをいただきましたので、ご紹介させていただきます。うぷ主のイラストを描いていただきました。すくすくかまでしていただきありがとうございます。というわけでイラストを描いていただいた、モンドノスケ様、ありがとうございました。続いてのイラストはこちらになります。うぷ主のイラストをいただきました。すごく美形に仕上がってますね。ギター弾きながら歌うと、絵になりそうなルックスですね。というわけでイラストを描いていただいた、アークマム様、ありがとうございました。皆様いつも応援、本当にありがとうございます。Twitter での拡散や、コメントも大変嬉しいです。今後とも一歩ずつですが、頑張らせていただきます。それでは、今回はここで失礼します。